僕たちには夢がある、そう思い描く約束の地へ腕を上げろ、空を指して、さあここに誓うよ僕らが名を。何回でも何回でも声枯れても叫んで、僕らが名を。
い。皆さん楽しんでくれてますか？今までの曲を紹介します。初めが Not Equal Me さんの好きじゃない、2曲目が HKT48 さんの最高かよ、3曲目が、地域パレードさんのモンスター、4曲目が、モーニング娘さんの123で、先ほど披露した曲がアイライフさんのアイドルライフスターターパックでした。すいません、グダグダって。楽しんでくれてますか？はい、それでは続いての曲いきたいと思います。行われましたニードル2020今披露させていただいた曲は、フルーツジッパーさんの私の一番可愛いところでした。ありがとうございました。先日行われましたニードル2022フレッシュイン関西、ありがとうございました。
たくさんの応援のおかげで、とても楽しいステージになりました。ありがとうございました。次の曲はフレッシュで披露させていただいた Not Equal Me さんでミラクル、ジャムズコレクションさんでニューエロパンチです。させていただきたいと思います。まず一つ目がちょうど1週間後の10月30日にスイートパラダイスさんに出演させていただきます。ハロウィンの前日ということでみんなで仮装して出演したいと思っているのでぜひ来てください。で2つ目です。11月5日の土曜日にポーカ祭に出演させていただきます。イエイイエイ。
京都女子大学の文化祭なんですけど、私たちがいつも通ってる京都女子大学内でステージをさせていただきます。でスイートパラダイスさんと東華祭、どちらも公式ツイッターの方で時間やサークルファンディングなどお知らせさせていただくので、そちらをご覧ください。どちらも来てください、お願いします。はい、11月5日の東華祭で3年生と4年生は卒業しちゃうので、最後のステージになっちゃうので、ぜひ会いに来てください、お願いします。はい、では次の曲に行きましょう。
京都の市大学コットンキャンディーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。